はい、こんにちは、小口健二です。はい、今回はですね、こちらのですね、はい、まあ、モニターですね。はい、今ですね、こちら僕、普段ですね、MacBook Air をね、これ使ってるんですけどね。まあ、これ、まあ、画面がね、まあ、これだけありますけど、まあ、たまにですね、もう一つ分ぐらいね、こう、あると便利かなってね、常々思ってたんでですね。はい、今回ですね、まあ、こちらのプリンストンっていうんですかね。はい、PTFM156T っていう 15.6 インチのね、フル HD のね、タッチ機能付きモバイルディスプレイっていうものをね、購入したんでね、こちらの開封レビューをね、しようかなと思ってね。はい。で、まあ、全くですね、今日、開けて、今から本当に開けます。まあ、僕、これ、全くね、予備知識ゼロでですね、ヨドバシカメラかな、行ってですね、なんかいいのないかなと思ってですね、店員さんにね、話聞いてってですね、まあ、これでいいかなと思ってですね、まあ、これ購入したんですけど、はい。で、これね、まあ、4K もあると思うんですけど、まあ、ヨドバシカメラ、その時買いに行った時はですね、4K はないって言われてですね、まあ、もう一個はね、別に 4K のものを見ることもないんでですね、はい。まあ、この値段でね、いいかなっていうところでですね、まあ、あとは、据え置きのものもあると思うんですけど、据え置きのものはね、やっぱりね、大きいんですね。これ 15.6 インチとかこれぐらいのやつだとね、ちょっとないんでですね。はい。で、まあ、あとちょっと場所取ると嫌だなとかですね。まあ、あとはね、これね、一番僕が気に入った、買った決め手の一つはですね、タイプ C で、1本でつなげれるんですよ。これ、ここにもね、こうやっていろいろ穴がありますけど、ここタイプ C。で、まあね、これ僕 M2 の MacBook Air 使ってるんですね。でね、これもね、タイプ C しか付いてないんです。もう USB ケーブルがないんですね。はい。だからこれね、タイプ C が2つ穴あって、こっちイヤホンジャックが1個あるだけのものなんで、やっぱタイプ C、タイプ C 同士でやれるとですね、1本でやれると非常に楽かなっていうね。もう1個言うとですね、これね、充電もね、いらないみたいなんですね。はい。で、まあ、これね、タイプ C とタイプ C のこのケーブル、まあ、これはね、別で買ったんですけど、この中にちょっと入ってるかどうかもちょっと見てみますけど、これはね、まあ、開けてみるとね、今ちょっと初めて開けたんですけど、これは違うな。これも USB とタイプ C ですね。あ、これがタイプ C とタイプ C だ。あ、ついてた。入ってますね。で、これは HDMI と USB かな。っていう風にですね、なんかまあ、めっちゃたくさん入ってますね。これを親切って呼ぶのかわかんないけど、はい。ですね。まあ、これ入ってました。USB と USB。まあいいや。これはこれちょっとまあ、ここに置いておいてですね。で、説明書もですね、説明書今あったのか。あ、これか。あ、これだけですね。はい。で、まあ多分、この感じでいくと、刺したら、もう、いけんじゃないかなっていうところでですね。まあこれ、こうカバーが、あ、これ綺麗だな。カバーがこれついてますね。はい。あ、これ裏か。まあ非常に光沢がありますね。裏側で画面がこっち。ですね。で、これは、電源で、あった、電源、ここにありますね。電源ボタン、バチッと押しますけど、つくのかな？あ、つかないな。これ、充電しないとつかないかな。でも、これで、ここに挿しながら同時に給電ができるのかどうか、ちょっと試してみますね。はい。タイプ C、ここですね。ぐさっと刺して、そしてこっちにも、ぐさっとタイプ C 同士で刺してみます。はい。これで、つくかな。またつかないか。ちょっとこれ充電しないと使えないかもですね。ちょっと充電してからね、
もう一回続きのお話をしたいと思います。はい、それではですね、これさっきね充電するって言ったんですけど、今ですね、あのサポートセンターの方にですね電話して聞いてみたらですね、こちらはですね、充電というか、電池が入ってないんで充電機能そのものありませんということが分かりました。で、ただですね、もうやってみましょう。で、今ですね、こちらに純正のですね、これタイプ C とタイプ C なんですけど、はい。こちらでですね、ちょっともうやってみますね。で、これね、タイプ C のね、口がね、2つあるんですけど、まあ今 C2 っていうところにね、挿しました。でね、まあ僕使ってるこの Mac はですね、Mac はですね、MacBook Air、なんですけど、M2 のね、M2 の MacBook なんでね、まあ今のところ最新の機種ですね。で、これをですね、まあここをぐさっと刺します。ぐさっと。刺すとですね、あれ、まあこう表示されましたね。はい。という感じでですね、ちょっとこれね、この三角のこれなんですけど、これね、一応、これが、このディスプレイのカバーにもなってるんですね。カバーで、まあ持ち歩きの時もこれでね、いう風にできて、そしてさらにスタンドになるっていうね、優れものみたいなんですけど、ちょっとどうしたらスタンドになるのかよくわからない。これでスタンドになるのかな。はい。ただですね、これね、充電器はいらないですね。なんでかというと、もうこれ、はい、表示されてますよね。電気ついてるんで、ただ、このスタンドの使い方がよくわかんない。はい。わかんないですけど、ちょっと、まあいいや。ちょっと待ってください。スタンドをね、買ってきたやつで使います。はい、これスタンド。これでいいです。こんな感じでね、はい、表示されてますね。で、まあこれね、もうこれで使えてます。で、これデータをこっちに、ウィーンってやると、ほら、来ましたね。ここに来ましたね。で、これをポチポチって押すとですね、こうやって開く。これなぜかね、こっちで開かないですね。なぜか開かないんで、まあ、ただこっちに移動すると、パッと開くんで、ここでパッと開いて、で、これ、こいつもですね、スピーカーがあるんですよ。スピーカーがあるんでね、音、この設定の方でね、でもやっぱこの MacBook Air についている純正のスピーカーと比べるとですね、やっぱしょぼいですね、音がしょぼい。ただ映像的にはほぼ一緒です。映りは MacBook Air 2のね、これ最新のディスプレイとこっちとですね、そんな遜色ないです、映りは。でもこっち別に 4K でもなんでもないですね、フル HD ですけどね。はい、これで十分綺麗に映ってます。ただ別にこんだけ近いんで、別にこっちのスピーカーを無理に使う必要もないかなと思いますね。だからこっち切り替えればやっぱこっちの方が音はいい。はい、別にこっちの音でこっち聞いても別にどっから音出てるか分かんないですよ。はい、ぐらいの感じでですね、まあこれ十分で、あとちょっともう一個ね、実験してみたいのはですね、これはですね、純正じゃないタイプ C なんですね。これでやってみても普通に動くかどうかっていうのをね、もう一個実験しますね。はい、でこれここにぐさっと刺して、これもぐさっと刺して、あれ、これが原因だったのかな。さっきね、あんまり動かなかったんですね。ただね、これ認識はしてて、
タッチパネル使えるんですね。で、これちょっとね、抜き差し、別のとこ行ってみます。あ、これさっきね、ちょっとうまくいかない時あったんですけど、これのせいだったのかな。あれ、今度はこっちは、あ、ダメだ。ただね、このタッチパネル、これタッチパネル機能があるんですよ。これはね、認識してますね。ただ映んないですね。ああ、不思議だな。もう一回これで行ってみます。はい、これ。これ。ああ、やっぱ映る。これコードの問題だったみたいですね。はい、ということでした。はい。まあ、ただ、まあ、問題なく使えましたんでね。はい。ということでね。はい。こちらのですね。はい。プリンストン PTF-M156T のね、レビューでした。ちょっとここのですね、このケーブルじゃないと認識しないっていうところが非常に気になりますね。はい。これがちょっとダメになったらどうするんだろうっていう。ところが非常にちょっと困ったなっていうところです。はい、ということでね、はい、長時間で見ていただきありがとうございました。さよなら、またお会いしましょう。さよなら。